あ、まあ、これ好みなんですよ結局。流し入れます。どうも、リュウジのお兄さん、リュウジです。ということでですね、今回は試行シリーズでございます。まあ僕その前にちょっと飲んでるんですけども、まあまだね、全然戦えます。あと3年は戦える。バレンタインも近いということで、私やってしまいます。大人のダークラムティラミス、要は至高のティラミスです。はい、僕ねイタリアンは結構昔頑張って勉強しててですね、一度ねイタリアに行った時があるんですね。向こうで有名ホテルの中で伝統的なティラミスを作るっていうですね会に行ったことがあってですね、本場のティラミスを習ってきたんですけども、まあ本当にこれ言うとマジで炎上すると思うんですけども、そこで作ったティラミスが全然美味しくなくて、バカにしてるわけじゃないですよ。僕の感想ですから、美味しいと思う方はいらっしゃると思います。日本のティラミスの方が全然美味しいなと思ったんですけども、そんな僕がですね作るですね、多分ね日本風のティラミスだと思います。これは向こうはねメレンゲを作ってティラミスに入れ込むんですけども、あっさりしてるんですね。で僕はちょっとこってりしたティラミスが好きなので、ちょっと重厚感のあるティラミスっていうのを作りたいと思います。向こうではラムとかラム酒とか入れないんですけども、今回はラム酒入れます。イタリアンをかなりやってきた僕が本当に美味しいと思った至高のティラミスやってきたじゃん。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、やっていきたいと思います。じゃないわ、材料説明だったわ。一つずつ説明していきたいと思います。まずですね、クリーム、クティラミスなんでクリームチーズ、これですね本来はマスカルポーネって言ってチーズとですね生クリームを混合させたマスカルポーネを使うんですけども、僕的にはマスカルポーネを使ったティラミスはあんまり好きじゃないです。クリームチーズの方が濃厚でチーズっぽさが出るんで、僕はクリームチーズを使います。これクリームチーズはね 150g で、あとですねチーズだけだとあれなんで生クリームですね、できれば乳脂肪分の高いもの、一番高いのがね僕の知ってる中で 47% なんですけども、 47% がベストです。でもなければ味はちょっとあっさりしますけども、 35% ぐらいの乳脂肪分 35% のものでも作れなくはないです。おすすめ 47%、 あとはお砂糖ですね。あとインスタントコーヒー、本当は本場ではエスプレッソを丁寧に入れるんですけども、まあ、なかなかそんなことやってる暇ないと思うんでインスタントコーヒーを使います。そしてですねこれを卵、これ卵なんですけども卵白使いません、卵黄だけ入れます。であとはクッキーなんですけども、これも本場だとビスキュイっていうですね、ビスケットとクッキーのあいのこみたいなフィンガービスケットを使うんですけども、売ってないの で焼くのもめんどくさいので、今回はクッキーを使います。僕の中で一番おいしく仕上がるのがこの森永のチョイス、別に企業案件とかでもないですけども、森永のチョイスが一番うまい。これ10枚ぐらいで、あとティラミスに欠かせないココアパウダーですね。これねバンフォーテンココアで、砂糖とか入ってないやつね、スーパーで売ってると思うんで、バンフォーテンココアピュアなこれね、うまいよね、これね。これで、牛乳ちょっと練りながらココア作るとうまい。で、あとは、今回は洋酒使います。基本的には、あんまりね、このティラミスでラムってそんなに使う人いないかなっていうふうに思うんですけども、ブランデーとか使う方もいるんですけど、今回は洋酒のラムがある。これダークラムの香りがすっごい好きなので、お酒が苦手な方は使わないと思います。でも、使った方が高級感が増します。至高のティラミスは必要かな。なくても美味しい。で、これでやっていきます。はい、ではやっていきたいと思います。まずですね最初にご用意していただきたいのはこちらのラムですね。こちらですね、すごく香り付けに必要なもんなんで、これはできればね用意していただいた方がいいと思います。で、最初にこれを使っていきます。適当でですね器を用意してください。ボウルですね。でラムを冷やすためにこのボウルにですね、氷を詰めます。まあ大体大さじ2杯ぐらいですかね。大さじ2杯ぐらいのラムを注ぎます。はい、これでラムが冷えて香りが出てきます。このままだとラムちょっと濃いんですよ。なのでこれで薄めて、すごくね、ティラミスに合う濃度にしていきます。出来上がったこの調味液を、飲みます。あー、うまっ。なんでラムってこんなうまいだろうね。じゃあ作っていきたいと思います。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。まずですね、このクリームチーズですね。でクリームチーズも、まあ、できればね常温でね柔らかくしておくといいんですよ。これ 150g で全部入れちゃいます。これねちょっとねこのまま電子レンジかけます。20秒から30秒ぐらい、ちょっと30秒やってみようか。でおおほらほらいい感じでね、30秒かけたら柔らかくなりましたね。柔らかくなったらここに卵黄ですね。ここ卵黄1個、白身は入れないんでね。
皆さんね、ティラミスの語源って知ってますか？ティラミスって言うんですけども、でこれね、なんていう意味かっていうと、私を持ち上げてっていう意味なのね。どういう意味かっていうと、チーズとか卵黄とかってイタリアとかってあと精力剤の意味合いが強くてですね、なので、これを食べると元気になるよと、まあいろいろそういうチャンネルなんじゃないんであんまり言わないですけど、要は語源はね、下ネタなんですこれね。はい、これ親子で見てたら微妙な空気になるからやめようよ。俺が飲んでるだけだったらまだいいけどさ、ほんと元気が出ると、すごくあの体が湧き立つみたいなね。言い方の問題じゃない、ちょっとね笑っちゃダメ。いやいや、だって本当にそうなんだもん。別にそういうの言いたくて言ってるわけじゃない、本当にそうなの。他言わないのであんまり言わんでください。本当に下ネタぶち込みやがってみたいなね、やめてくださいねこれね。はい、そしてこの余った卵白、これねもったいないですよね。これね、飲んでください。ああ、タンパク質が取れましたよ皆さん。でそしてラムで流し込むと、この卵白はこれで完璧です。そしてお砂糖ですね、全部入れます。これね、グラニュー糖とかでもいいんですけども、普通の上白糖で大丈夫です。でこれをですね、よーく混ぜていきます。あとね、ここにね、あのラム、自分にもラムを入れて、お菓子もラムを入れる、これで完璧ですね。あのこれ好みなんですよ結局、まあ、ラムはね大さじ1杯ぐらい、元レシピだと僕ラム大好きなんで 25cc って書いてあるんで大さじ1より多いんですけども、最初はこれぐらいで試してみてください。もっとね、洋酒が効いた方がいいって方は、ここに、10cc、ね、プラスで入れてくださいね。洋酒って好きな方と嫌いな方がいると思うんで、なので今回少なめにやってます。誰でも楽しめるようにです。でも少し入れるとね、洋酒ってすごくクリームにね力を持たせてくれるんで、ぜひねこれ入れてほしいです。で泡立て器で混ぜていくとこんな感じでチーズクリーム状になるんですね。はい、ここでちょっとね味見、ははっうまいね。うん、あーでもこっから生クリームも入るから、もうちょっとラム入れてもいいかな。もうちょっとラム入れて、あ、もうちょっとラム入れたいかな。ということで、僕はラム大好きなのでもうちょっと入れます。あの心配な方はさっきの大さじ1ぐらいです。大さじ1半ぐらいかな。あー、これこの匂い、このラムの匂いで、ラムラム、今ラムの香り強くなってるので、これ完全に大人のティラミスになります。使うクリームチーズなんですが、今回フィラデルフィアっていうクリームチーズ使ってるんですけども、これね、クリームチーズの硬さでですね、緩くなったり硬くなったりするので、できればこのフィラデルフィア使ってください。フィラデルフィアってすっごい硬いんですよ。他のね、イオン系列のクリームチーズとかとちょっと緩すぎたりするので、できればね、硬いクリームチーズ選んでください。はい、混ぜ具合はね、こうやってもう完全にクリーム状になったら、でちょっとこう角が立つか立たないかぐらいですね、これぐらいの濃度ですね。そして次で生クリーム、生クリームはねこれですね。でこれはもう流していきます。ちょっとね、昔の生クリーム使ったからちょっとね固まってるところもあるんですけども、これ入れてください。でですね、あのこれ多分初登場だと思うんですけども、このブラウンもね、こういうのも僕一応持ってるんですよ、料理かなって。このまま泡立て器でやってもいいんですけども、泡立て器だとなかなか泡立たないので、これでやります。これね、十分に泡立てる。どんぐらいかっていうと、角が立つぐらいだからまだ全然ですね。でもやっぱり、はい、これぐらいです。結構ね、固めのクリームにしました。で、がっちり固めのクリームにしたら、これね、2つのクリームをさっくりヘラで、はい、混ぜ合わせます。これがもうティラミスの根幹となるチーズクリームです。この泡潰さないようにさっくり混ぜます。ちょっと味見。最高だぜ。ちょっとね、甘さ控えめにしてますので、もっと甘さが欲しい方は砂糖もっと追加してください。今回ね、大人のティラミスなんで、このチーズクリーム最高で、これは冷やしとく。ちょっと次はコーヒークリームを作っていきます。コーヒー 100cc の熱湯、こんな感じな。でまあまあよく混ぜます。こうするとね、すっごい濃いコーヒーができます。僕コーヒー嫌いなんですけどね、ティラミスだと食べれるんですよ。ちょっと砂糖入れます。これは小さじ1半ぐらいですかね、 5g ぐらいの砂糖入れます。ちょっとね、甘めの砂糖の方が、ちょっともう疲れてるからね、砂糖が欲しくなし、そういう感じで料理はしていくもんです。でここにですね、まあ本当はオーブンシートとか敷いた方がいいんですけども、まあティラミスってこうやってガチッと作って、スプーンですくって雑に持って食べるようなかしこまったものではないので、なの でここにですね、チョイスをチョイスしていきます。これね、チョイスが美味しいな、ね、これチョイスが。ここにさ、あの敷き詰まるじゃない、ここにはさ1枚入らないじゃない、
そしたら、ね、こうやって割っちゃうの。どうこれ、こんな感じです。これでね、コーヒーソースをですね、深く入れたコーヒーをこうやってね、これ専門でね、なければもうスプーンとかでかけてもらって大丈夫です。このチョイスのね、いいバターの香りがね、コーヒーに浸ったバターの香りがします。そしたら先ほどのクリーム半量流し入れます。これぐらいかな。そしたらですね、またここの上にチョイスをチョイスしていきます。まあ、砕いてもいいんだけど、今回は別に砕かんで、ね、もちょっと待った、ちょっと、はい、10枚ですわ。10枚入れたら、でここでまたコーヒーソース、これを上に染み込ませます。あんまりね、いっぱい染み込ませてもあれなんで、まあちょっと全部浸るぐらい。でちょっとこのコーヒーソースちょっと余りますよこれね。そしたら最後にまたクリームをかけていきます。じゃあこちらでですね、できれば一晩寝かしてください。一晩寝かしたらもうほぼ完成です。じゃあ一晩タイムスリップ、はい、はい、じゃあですね、結局ね、丸1日冷やしました。まあ一晩でもいいんですけども、できればね丸1日冷やした方がクリームがね落ち着きますんで、イタリアでは絶対に丸1日冷やせっていうぐらい教わりました。なんですけども、まあちょっとすいません、テンションが低くなっちゃって、なぜかというと一晩寝たから酒抜けちゃったんでねまあ1日冷やしたのはねこちらになります。はい、じゃあここにココアパウダーを、あ、まあティラミスですからねこれね、あとでももうちょっと振りますからね。これね、ココアパウダーはね、味の要なので、たっぷり振ってあげてください。これがあるからティラミスなの、これね。ちょっと茶こしがないので、アクトリでやってますけど、皆さんは、茶こしがあったら茶こしでやってくださいね、これね。ちょっと見えなくなるぐらいまでかけたいんで、ちょっとね、バッと引きました。そしたらじゃあ、取り分けていきます。僕のやり方は、こうやって、取っちゃう。で、置いちゃう。これ可愛いじゃん。ちょっと可愛らしくミントをあしらってあげると、こちらで至高のティラミス完成でございます。はい、じゃあですね、いただきたいと思います。今日はね、始まりのお酒は良平さんからいただいたスケカグワシラムティラミスとラムってあるんですよ。これにもね、ラム入ってますからね。じゃあいただきます。おお、この断面ですよこれ。皆さんいただきます。うまっ、うまっ、これうまい。久々に食った。うわ、ラムとめっちゃうまい。これ俺ね、甘いものの中でティラミスが一番好きなんですよ。僕何回も作って自分の好みの配合にしたんですけども、これはね至高だわこれ。あー、俺ほんと世界で一番自分のティラミス好き。別にディスってないんですけど、イタリアで食べたティラミスより全然僕のティラミスがうまいと思います。チーズと生クリームのね、濃厚さがねやばいですね。洋酒も効いてるんで、めちゃめちゃね香り高いです。一流レストランで出てきても全くおかしくない、それぐらい美味しく仕上がってます。ビスケットがね、森永チョイスを使ってるんですけども、あれがねやっぱ一番合いますね。甘さもいい感じだし、ほろっとくる食感もすっごく美味しい。ビスケットがね丸い地上置いてるんで、チーズとかの水分吸って非常に美味しい。ラムが合うのこれ、びっくりしますよこれ。幸せすぎる。これはちょっとね、スタッフチャンスをやらざるを得ないですねこれね。うん、まあチョモかな、チョモ行きましょうか。チョモね、まあまあフレンチもしてたから、デザートも一応食べてたでしょ。そうですね、ガルトマンジェでデザートも本来用のとか作ってた、うん、作ってた。ちょっと良平さんの分けてあげるので、ね、このラム超うまいから。うまそう、超自信作よ。じゃあ、すいません、いただきます。うまっ、うまいでしょこのラム。香りやばくない？香りやばいでしょ。後味っていうか、この後から来る香りが、うん、さすが良平さんだね。口に入れたらと広がる香りやばいですね、うんうん、いただきます。あ、うまっ、うまいでしょこれ。これはうまいです。超うまいのよこれ。人生で一番うまいです。人生で一番うまい、俺もこれ一番うまい。クリームチーズめちゃめちゃいいです。マスカルポーネを本当は使うんだけど、はいはい、あえてクリームチーズのが俺はうまいと思うのね。こっちの方は何ですか、ちょっとした重さっていうんですかね、があって濃厚さがあって、そう、イタリアのティラミスはもっと甘くて、はい、もっとね軽いのよ。
で僕はちょっと濃厚なティラミスが好きなんで、こう質量の多いクリームチーズと生クリームを、混ぜてちょっと重く仕上がるんだよね。でそれで、その重さをちょっと洋酒でこう軽くするっていうような、あんまりコーヒーしてないでしょ。してないですね、うん、それなんでかっていうと、これがコーヒーあんま好きじゃないから自分のために作ったこれね、実はね 35% の生クリームで作ってるんですよ。40杯以上のものがなかったんで。でもね、むしろ 35% の方が美味しいかもしれない。これね、重さもあってもくどくない、はい、これまだ45だと、うん、45だともうちょっと重い感じになる、重くなる、もうちょっと濃厚になるから。これね、好みだね。このレシピを開発したのは多分俺10年前ぐらいなんだけど、はい、そっから10年年を取ってるんで、これがいいかもしれない。今まで食ったティラミスの中で一番美味しい一番僕の一番美味しい、これは最高、至高のティラミス、至高のティラミス、ありがとうございます。ありがとうございます。感無量ですね。こんなに成功するとは思ってなかった。10年前のレシピだから相当昔に作ったんですけど、うますぎるこれ。うん、いや天才いや絶対作ってほしいな、ということで、仕込んでおります。バレンタインデーもね近いんでね、今回はねこういうので作りましたけど、なんか市販のカップとかに詰めても大丈夫なんでね、クッキー砕いてね。なので皆さんぜひ作ってみてください。食べるけど正確な味のレポートができるかどうかっていう自信はないから、それは平気、うん、なぜならすげえうめえからそしたらまあ達也だな。いやちょっと待って、これは超自信作だから達也じゃなくて達也じゃなくてディスってんじゃん。ディスってんじゃん。